ーグの開幕にドーハの悲劇、皇太子様と雅子さまのご成婚、そして福岡ドームの完成にレインボーブリッジの開通と、1993年は印象的な出来事が多くありました。それから20年、この年に生まれた121万人が新成人となりました。振袖着てちょっと実感が湧いてきたので、これから頑張ろうと思います。親にとりあえず感謝したいなって思いますね。20年間育ててくれて。3万4000人が成人を迎える横浜市では、全国で最大規模となる成人式が開かれています。およそ2万1000人が参加し、式典は午前午後の2回に分けて行われます。会場の横浜アリーナでは、晴れ着に身を包んだ参加者らが記念写真を撮るなどしていました。浦安だけでしかできないんで、こういう経験すごい楽しいなと思います。ちゃんと自分で責任持って過ごしていきたいと思います。お酒飲みたいね。とりあえずお酒をまず飲みます。千葉県浦安市では毎年恒例の東京ディズニーランドでの成人式です。新成人およそ1200人が参加し、ミッキーマウスなどおなじみのキャラクターたちが門出を祝いました。